山科学童野球振興会春季大会 J コム京都宮ビジョン杯争奪大会が今年も開幕しました。今日は3日日曜日に伏見桃山城運動公園で行われた第3試合と第4試合に出場した4チームをご紹介します。山科クラブです。絶対優勝するぞ。山科クラブは創部54年のチームで、これまで数多くの優勝を誇る強豪。1年生から6年生まで35人のメンバーが監督やコーチ、保護者と一緒にワンチームで元気に野球を楽しんでいます。攻めも守りも一つ一つ丁寧につなぎ、一戦必勝を掲げ目の前の試合に挑みます。このエースクラブ日野ライオンズ連合は現在20人のメンバーで活動。守備中心のチームで、試合中でも随所で守備練習の成果を発揮します。今年は打撃にも力を入れて練習、チーム全員で楽しむ野球で優勝を目指します。おー、強殺プレー。おー、ナイスプレーですね。さあ試合ですが、初回2つのスクイズで2点を先制した山科クラブに対し、小野日野連合はフォアボールで出た中山さんのこの三塁への盗塁、キャッチャーの送球がそれてそのままホームイン、1点を返します。しかし山科は2回表スクイズで1点を加え、さらに足立くんがライト前ヒット。このヒットでランナー2人が帰り、この回3点を追加します。このあと互いに1点ずつ加え、5対2の山科リードで4回を迎えます。山科は連続スクイズで2点を奪うと、チームの主砲原田くんがランニングホームランを打つなど得点を重ね、山科が粘る小野日野連合を振り切って10対6で勝利しました。山科だぞ、絶対勝つぞ。山科ドドは創部14年目のチームで、4年生から6年生まで15人のメンバーが全員野球をモットーに日々練習しています。今年のチームの一押しポイントは破壊力抜群の重量級打線。失敗を恐れない思い切ったプレーでチーム一丸となって勝利をつかみ取ります。京都チャンピオンズは創部36年目、6年生8人がチームを引っ張ります。22人のメンバーの気迫とフルスイングがチームの持ち味で、一押しポイントはとびっきりの笑顔。怒涛のチャンピオンズフルスイング打線は試合でも爆発します。練習で培った打線と100点満点の笑顔で目指すのはもちろん優勝です。さて試合は3回山科ドドの攻撃、フォアボールと振り逃げで1、2塁のチャンス。このチャンスに神谷くんの大きなフライ、センターへ上がりますが、これを惜しくも取ることができず、山科ドドが1点を先制します。その後バッテリーエラーなどでさらに1点を加えます。続くバッター真田くんがセカンドへの内野安打、その間に山科が3点目のホームイン。しかし京都チャンピオンズもその裏、2塁3塁のチャンスに水出くんがセンターオーバーのツーベースヒットで2点を返します。4回には京都チャンピオンズの打線が大爆発、4点を取って逆転した後、4番主砲池上くんは外野の頭を越えるスリーベースヒットで7点目。さらに
大野木くんがランニングホームランで3点を追加し10点目。山科ドドも最終回に3点を返しますが、10対6で京都チャンピオンズが山科ドドを破りました。はい、ということで4チーム2試合ご覧いただきましたけれども、上条さんどうでしたか？ねえ、ちょっとすいません、山科ドドのユニフォーム、うん、かっこよすぎませんか？お、そうですか。高校野球でいうなんか早稲田カラーというか、はあはあ、なるほど、高感あってかっこええねんなやっぱ見るとこさすがですね。いや、欲しいなあれ入ろうかな俺山科ドド、めっちゃかっこいい、めっちゃかっこよかったですよユニフォーム。まあ、試合もね、山科ドドと京都チャンピオンズ10対6という試合でしたけれどもね、うん、いや、チャンピオンズのあの、はい、池上くん、はい、エースピッチャー、ね、背番号3の子、あの子むちゃくちゃすごい球投げてたね。ああ、そうですか。いい球投げてましたし、うん、バッティングもいいし、はい、まあ、なんか将来楽しみやな。楽しみですか、はい、うん、さあ、そしてもう1試合は小野日野連合と山科クラブの試合でしたね、うん、こっちも10対6というスコアですけどね。そうですね、山科のセカンドの子もファインプレーしてましたし、はい、小野日野もなかなかね、この、うん、合同チームで大変な中頑張ってましたし、うん、中山さんもね、走塁良かったと思います。あ、なるほどね、はい、1番打ってますからね、足も速いんでしょうね。はい、はい、ということで4チームご紹介いたしました。皆さん、はい、ナイスゲームでした。ナイスゲームでした。